キーボードを使うときはここで、あ、今までこれ結構上がったんですけども負担が軽くなりましたね。しまう、最高でございます。見た目的に2つに分かれてるんですけども、使う分は全然関係ございませんね。本番いきます。よーい、カメラ OK、 オート OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。テレワークや在宅勤務で長時間デスクワークをしていると肩こりや腰痛に悩まされたことはありませんか？またキーボードが場所を取り机の上が窮屈で困ったことはありませんか？今日はそんなお悩みを解決してくれるキーボードトレイをご紹介します。またデスクワークの効率を上げたい人にもとてもおすすめです。紹介する前に、このキーボードトレイ構造上取り付けられないデスクがあります。それを先にご紹介します。まずは L 字のコーナーディスク、通常とは違った変形されたデスクですね。平行でなければできませんので、こういう湾曲したものとかは取り付けること自体ができません。また幕板デスク、あとは引き出しが付いているものにも取り付けられませんのでご注意ください。開封の儀、こちら重さですね、はい、ずっしりとした重さがございます。早速開けていきます。はいはいはい、このような形で入っておりました。しっかりした作りの C クランプが2つ、同じものが2つ、ネジ、取り付けパーツが3つ。では本体なんですけども、発泡スチロールを出すとみっちり入っております。はい、2つ板がございます。そこにもですね、発泡スチロールが入って梱包はしっかりとされております。取扱説明書、中身はこちらでございます。本体はですね、2枚に分かれております。想像以上にしっかりした作りです。天板、しっかりした作りですね。鍵盤が2つありますので、取り付ける際はこうやって合体して使うというタイプとなっております。取り付けはめちゃくちゃ簡単で、耐荷重は約5キロ。この丈夫なクランプなんですけども、利便性に合わせて簡単に取り付けられる C クランプが2つ入っております。はい、こちら、これですね、滑り止めパッドが付いております。こちらは机の損傷を防ぎまして安定した取り付けができます。セーフティーロッチストッパー、このパーツでございます。キーボードが後方に落下してしまうのをこちらが防ぐパーツが付いております。レールパーツでいうとここのパーツですね。スムーズに引き戻しできるレールが付いております。取り付け方法、実際に組み立て工程を見せていきます。はい、こちらネジ4つ留め終わりました。続きましてこちらでございます。ここに2つ穴がついてますので、ここに取り付ける形となります。2つこちらを取り付けていきます。はい、こちらネジ締め終わりました。ここにキーボードを置いて、下にですね、落下してしまわないようにこの出っ張りがついたというわけですね。もうほぼ完成しました。あとはですね、クランプ取り付けるだけです。まずは横65センチ、30センチですね。はい、このような形でございます。キーボードはここにあり、マウスがこちらですね。というわけで、このスペースにキーボードトレイをつけていきたいなと思っております。この C クランプを2つつけていきたいと思います。ネジなんですけども、ここですね。これにここ3つ穴が開いてますので、向きを間違えないでください。ここストッパーがこっち側についている状態で、これをこのままつける。ここで3つネジを締めていきたいと、こちら側と、あと反対側もこちら3つありますので、それぞれ締めていきたいと思います。というわけで仕上がりました。キーボードをガードするこの部分ですね、これが後ろにつく感じですので、こうですね、かませていきます。はい、とりあえずと仮で、もうちょいこうかな、こうで、でもこういう感じでですね、今つけております。こことここですね、固定していくという感じです。空洞が開いてますので、チリと締めていきます。こうくるくる回すことで締めていきます。で、反対側も締めていきます。はい、完成しました。こちら最大まで引き出すとこれですね、戻す、引き出す、はい、キーボードを
ここに載せます。はい、そして、奥側見ていただきますと、ここにストッパーがついてますので、キーボードが下に落ちてしまう心配はございません。ありがとうございます。そして、マウスのスペースも十分ございます。しまえば、いやー、綺麗でございます。こういう形、使い方もできる。最強な環境を作ってしまった。人間工学デザイン。こちら、人間工学に基づいて設計。長時間のキーボードの入力時、手首や手に大きな負担をかけない設計になっております。このキーボードトレイは、引きで引いたり戻したりすることが簡単にできます。快適なタイピング角度、こうやって打ってる手首や肩、また腰、こういった負担を軽減してくれます。使用時の視線が高くなり、姿勢も立たされ、長時間となってしまうデスクワークでの体の負担を軽減してくれます。いかがだったでしょうか。キーボードが机の上をかなり場所を取っている。また人間工学に基づいた設計のため、正しい姿勢をサポートしてくれる。それがこのキーボードトレイです。お好みの高さや角度に調整できるので、自分に合った環境を作ることができます。ぜひ皆さんもこちら商品興味がありましたら、詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ぜひ快適な作業環境を作っていこうじゃないか。本番いきます。よーい、結構重量があります。長時間、ではここですね、このスライドする部分。キーボードトレイ最高。